はあります。その勢いを止めたいホークスです。ショート今宮取って一塁を踏みました。初球から打ったショート取って6-4-3のダブルプレーです。今日は有原ヒットは許しましたが、しかしホームランも出ているので、粘り強く投げながらゴロを打たせる投球をしていきたいと話しています。内野ゴロになった。三森からセカンドへ送られた。セカンドゴロになりました。三森が待って取って一塁へ送りました。若い選手は自分のことだけ考えてやってほしいと話しています。レフトへ上がりました。レフトこちらを向いています。柳町はい、空振り三振。最後は外のボール。今日有原がマリーンズ打線から奪った最初の三振になりました。まだ今日はですね、まだあの外寄りに構えて最後は空振り三振。はい、すごいですね。ショートゴロになりました。左手の手一塁へ。これはね、はい、これを打ち上げました。井上掴んでいます。セカンドゴロになりました。三森からショートの今宮へ打ち上げました。伸びはありません。センター今度左に動いて掴みます。詰めてくるのかなと思いますよね、はい、ファーストゴロになった。井上からセカンド一塁はセーフです。今日プロ初スタメンの井上ファーストゴロ、斉藤、なんで一塁、セカンドで送りました。変化球打って、サード取って、セカンドで送りました。追い込んだ。センターへの当たり、センター。今度は松井、6回の表。右方向への打球ですが、これは伸びはありません。柳田が掴んでいます。コースはね、結構大きいのが来ましたね。セカンド、三森が取って一塁はアウトです。いや、3点リードして終盤空振り三振です。今回先頭も山口空振り三振に来て、ショートゴロ今宮取って一塁へ送りました。見逃し三振。2つ目の三振、そして6回に続いてこの田中空振り三振。先頭バッター安田を空振りの三振に仕留めています。ライトへの当たりですが、柳田前に出てきて掴んでいます。ツーアウトランナーありません。サードシュートを取って一塁へ送りました。さあ105球でこの8回が終わっています。8回の表マリーンズは0点です。